はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。外役実況チャンネルへようこそ。外役実況者の龍です。さあ本日なんですが、皆さん、この史上最強カードをご存知でしょうか。暴君の暴言、これルーンのなんか馬が実装された時も使ったんですけども、このカードマジでほんとイカレ性能してまして、自分のフィールドのモンスター2体をリリースすると、発動できる効果で、まあ、2体リリースして発動って超重い条件なんですよね。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いに手札フィールドでモンスターの効果発動できないというね、地獄みたいな効果が起動されると、まあ、スキルドレインよりも非常に重い縛りが入るということで、これちょ僕思ったんですけど、これ2体リリースとか余裕で今用意できるデッキ存在してるんですよね。簡単に、いとも簡単に、マジで脳死でホルスって言うんですけどホルスってマジで横にモンスター死ぬほどなるじゃないですか。なんか暴君の暴言ぶち込んで、これ突き取る状態にして、しかもこれ開始のターンまた蘇ってくるんじゃないですか、こいつだって。基本的にこれがあれば強くねってなったんですよね。ということで、今回はありとあらゆる激肝永続トラップカードを採用してきました。ホルスと相性がいいホルスデッキに入れ合える、まずそのさっき言ったように暴君の暴言ですね。それからまあサモンリミッター、はい、これ相手が2回しか特殊ができない中で、こっちはもう3000とか2500のモンスターポンポン出てくるんで、まあ、最強だというところと、あと能力吸収席ですね。これラビリンスデッキとかにも入ってるんですけど、まあ、モンスターを発動するために2個カウンターが置かれて、で2個置かれてる状態だとなんかフィードのモンスターの効果全部動かされるみたいな、まあ、スキドルみたいなね感じなんですけど、これとあとスキルドレインとあとセンサー判別、そしてカイザーコロシアムと、まあ、カイザーコロシアムはね、まあ、1体展開した後でに、なんか3枚くらいドローした後にカイザーコロシアムとか貼ればいいかなと思ってるんですけど、まあ、こういう動きをすると、まあ簡単に言うとなんか勝手に相手が死んでいくなっていうことに気づいたんですよね。だからなんかもう難しいことを考えずにホルス出して鼻くそほじって永続開く、これです。はい、本日は永続パカ太郎デッキ分回していきましょう。デュエルスタンバイ。能力を吸収できそうだな。オーブの赤液を発動、なんかあれそうなんで、G かな。王の質疑の効果発動、とりあえずイムセティ持ってきたいです。なんか G っぽい匂いするな、まあ、ちょっと残念ながらこのハーピーを戻さざるを得ないなと。あ、でもこれあれか、ハーピー捨てないから、これ好きな感じいらないよ。これ架け橋戻しまして、架け橋で手札コストがね、その強いんで、結構戻すかも。こういう時迷いますよね。王の質疑の効果でカード決まりドロー。あれ最強カード来たな。これ使いたくてこれで組んでるからな。ちょっともう発動できる段階ではあるんだけど、まあ、一応王の引き発動。あー G ね、ここで打っちゃうんだ。なるほど、マジでこのタイミングで打つ G マジありがたいんだよな。こうなるからね、裏らないと OK。 マジでホルスデッキ相手にするときは1体出てきてからの G が結構板っぽい気がしてるんで、僕はなんで皆さん G 打つときはちょっと注意していただきたいと思いますね。ガンマ大体持ってるんですよ、ホルス使いってまあ2枚しかないからね、引けないときはもちろんだけど、結構引いてるからこれだけマジで注意してほしいね。はい、こうするともうなんか全てを、ケアしながらバロネスが出ちゃうんで、これ結構やばいですよみたいな話があって、この後の誘発を完全にケアしていく。そしてちょっと永続トラップ強いんで、まあ、これ2枚セットしてエンドでもいい気がするな。はい、でハーピー出す、アニビルなそうだね。でイムセティ出す、でまあセットセットエンドなんじゃないですか。これで、まあ、ドヤ顔で暴君を暴言を吐けば暴言を吐けば相手多分ね、ストップすると思うよ。暴君の暴言発動。おいお前、もう遊戯やめろお前、もう遊戯やめろお前、こんなクソみたいな敵に負けんだったらよ、という暴言を吐いてあ、メメント欄来た。なるほど、メメントデッキだ。なるほどですね。まあ、診断出てからもうほぼ当たってなったんですけども、なんか3回目くらいじゃないか当たんの。メメント欄からの、あ、メメントフュージョンで OK、 いいよ。ちなみにね、メメントフュージョンとかガチでどうでもよくて、まあ、2800ぐらいの打点のやつが出てくるだけなんで、いくつだっけ ?2800。メメントツインドラゴンが出てくる、はい、まあ、能力吸収的なのでかいですね、これ。2800ではバロネスが抜けないと。これなんかあれかな、手札はモンスターじゃないのかな。モンスターだったらガーディアン決まりは出しに来る気がするから。
まあ、ガーディアンキマイラも別にね、あの王の棺込みのホルスでぶん殴れば勝てるんですけどね。王の棺のさ、なんかぶん殴るとき、なんか起きるかなんか、何かそれ何も起きないよな別に。メメント、あー、はい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 、なんかその破壊するやつか。ダンスですね、フラクシャダンスで、メメントランの効果と、ツインの効果によってモンスターが墓地から2体湧いてくると。あ、だりーな。だからメメントフラクチャーダンス、まあまあだりー。まあでも言うてね、暴君が破壊されても能力吸収石があるんで、まあ、一応同じようなことはできるんですけど、まあどっちもスキルドローみたいなところあるんでまあスキルドロー2枚耐性みたいな話なんですよ今この盤面がね、実質ちょっとだりーな。ただフラクチャーダンスは、追加効果は確か打点5000万がいないと意味ないんで、まあ多分1枚破壊はでも飛んでくるな確実に。王の棺が爆破されんのがまあまあ一番だりいけど、まあ一番いらねえなこれ、一番いらねえカードきた。フラクチャーうっとうしいけど、まあ使わざるを得ないか、まあ、とりあえずこう使ってもらって、まあちなみに王母の石壁もあるんで、一応王の棺自体はあの盤面に2枚あるんで、まあ蘇生はできますね。ああ、まあまあそうだよね。でこれ、王の棺爆破されるけども、ただ王の棺割ったところでもこれ相手さ、なんかそんな何も禁句ね、これだ結局2体出てくるで。石壁って書いてあるけどあれ棺だからね。ああ、これがフィールド魔法の強度なんだけど、まあ、とりあえず脳死で、243000が出てきて、でスキドロ状態と。これさすがに強い。ちなみに永続トラップの関係上のラビリンスとかとはちょっと意外と相性悪かったりするんですけど、多分戦う場合ね、まあ、王の棺が割られなければなんとかなるかなっていう。でも、まあ、一生蘇ってくるから、王の棺除去やられるとちょっとやばいかなみたいなのがあるんだけど、あのヌトスとかで、これねフィールドとね、あれなんですよね、手札のモンスターの効果しか無効にしないから、墓地効果とかは使われちゃうんですよね。これがちょっと弱いところでもある。やべ、2850出てきた、強っ、打点強くてうざい。あと、これ防空を開いた後、自分のイムセティの効果も使えなくなるっていうガチでやばいこと起きるんで、それもちょっとですね、まあ相性良くはないところ。まあこれ使えないんだよな。まあ一旦出しますよね、とりあえず出します。これバトルしましょう、普通にバトルして、殴ってでメメントランで出てきてそいつをぶん殴ってみたいな感じか。はいはい、でメメントランの効果、はい、出てくる、まあ、出てきたところで効果発動できるやつはいないから大丈夫で、でこれうっとうしいな、このメメントランとかいうカード、メメントランとかいうカードうっとうしい、これ。はい、あれか、ホルスの黒炎神でしょったらよかった。まあこのターンはいいか、エンドフェイズですね。これメメントランが鬱陶しいので、これ次のターンはあれしょってもいいですね、まあ、モンスターが出てくればですよね。あー、なるほど、我のターン、まあ、こういうことになるわけですよ基本的に。これが暴君の暴言暴言のパワーね。だからさ、結構さ、これで聞いてきたと思うんだよね。なんでかっていうと、なんかめちゃくちゃ簡単なんで。あ、てかホルスの黒炎神のこと使えねえのこれ。ホルスの黒炎神の効果使わないかって言って、草ちょ、ミスった意味だった。ちょっと待って、またメメントやめて、ちょ、またメメントやめてほしい。もう一応3000から来るか。ちょ、これ何これ、はい、それはいいわ。これメメントラン、あー、そういうこと。まあ、暴君の暴言最強ってことでいいですね。あー、まあ後手としては非常に強力なハンドと言っていいの、これは後手だと、まあ割と100点まである、このハンド。永続トラップが1枚来てて、亀甲が来てて、増地があると、ポプルスちゃん多いよ。これなかなかね、いいハンドだね。あとね、これスネークアイだったら嬉しいな。これちょっと、バロネスが出てくるタイプのスネークアイとちょっと鬱陶しいんだけども、亀甲勝負結構効くと言われてるので、割とスネークの方は。なんで、これは結構熱い戦いが繰り広げられるんじゃないかって思ってます。ここ後手ですけど。てか、マジでホルスデッキのさ、あの後手の試合待ち、拮抗勝負しか打ってねえからさ、なんかもう最近なんかホルスデッキ使いすぎて、あの拮抗勝負への愛がどんどん深まってるね。ちょっとやめて。ああ、はい、まあ、とりあえず高校ゲーム参加権は拒否。
高校ゲーム参加権拒否られんのちょっと等しいな。墓穴をさ高校で無効にできるカードなんか入れたくなるよね。なんかちょっとさ手札誘発で魔法無効にするやつないですか。ちょっと手札誘発でまあガンマフレザイフレームガンマじゃないよザイフレームどうちゃらこうちゃらがいるけどあれ手札からまあ一応打てるからまあ弱くはないか。そいつ入れるか。てかまあ確かになんかあれだな、モンスターいないから盤面にガンマとかそのサイクレーム系のモンスターすごい打ちやすいんでホルステッキって結構採用はもしかしたらありな可能性出てくるな。あ魔法カードを使う環境であればな。てか使わないデッキあんまないしな。まあとりあえずターベランスの、まあ、4枚セットまではまあされるのは確定してるらしいわ。あまあウサギターベランスね了解。なんかレスキューもなんかあれだな、魔法トラップ無効系のリンクモンスターとか来たらガチでやばいことできるな。まあそんなモンスター来た瞬間世界終わるか。でも全デッキが採用し始めて、まあとりあえず一旦バトルします。一旦脳死バトルします。あーなるほどね。リンクリボーで、まあ、一応ハイドラントをリリースしておいて、キッコ勝負を、まあ、打たれた時のためのハイドラント墓地を一応貯めとくみたいな話ね。で、拮抗勝負ぶち込みます。ちょっと勝負拮抗させましょう。ちょ動きすぎですね、あなた。あ、エマージェンシー、なるほど。エマージェンシーは結構だるい、結構だるくて、これでもどうすんだろうな。何残すんだろう、これ。もう出てきたモンスター残すってこと。あ、また、あ、というかタービランスを墓地に送りたいか、どっちかだ。はい。で、まあ、ファイヤーアタッカー出てきて2枚ドローしに来るとかはあるけど、まあでも結局ね、これ拮抗勝負のこれ何が強いかっていうと、まあ、このレスキューエースの魔法トラップカード裏側で全部除外できるってのが強くて、まあ多分これ、まあ、ウーサか、まあ、プリベンターか どれかを残すと思うんですけども、あの後ろは全部裏側で除外されるわけですよ基本的には。あうわーまあまあそうかそうそう、はい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 、オッケーいいよ。で一応ちょっとお墓作って、永続1枚だけ残してえな。さすがにちょっとこれあれかな、暴言かな、暴言な気がすんな。まあ、一旦ね、打点が高いやつを、まあ、順番に落としておくっていう話ですね、これは。これに関しては順番に打点が高いやつを、まあ、優先的に、置いておくという話はある。まあ、2号か。でですね、とりあえず出しましょう。で、アポロウーサは、ちなみに、モンスター効果を無効にしてくるんで、この盤面には、まあ、そんなに刺さってはなくて、で、あとは暴君の暴言をぶちかましてしまえば、多分相手ね、展開できないと思うんだよ、もう。基本的にもう、魔法トラップカードが処られた後の、レスキューエースは、リンクモンスターで戦うしか多分ないんですけど、基本的にはね。あと、まあ、タービランスの B とか。多分ね、これね、いや、まあでもこれ反逆持ってきてたから、これ反逆打たしてからいいか。反逆打た、多分反逆打つじゃん、多分、さすがに。反逆なんか打ちの気がするんだよ、これ。もう二度と出てくるんだって、反逆打つから、そっちへんだ。はい。さあどうしますか。反逆を打って、はい、対象は対象はヘベンセルフ、あー見せて、はいさよなら。フィールドのモンスター2体をリリースして、お互いにフィールドを、手札で発動するモンスターの効果を一切発動することができません。アポロウーサーこれちなみにバニラになりました。2400バニラ、はい、ザコですね。あーワンチャン作りに来るな、なかなかワンチャン作りに来るけど、結局何サーチしてもね、まあ、出して効果使えないからあんま強くないと思うんだよこれ。まあ、ポップスはちなみに手札に加わってもボークの冒険で出てこれませんよ。出てこれませんよこれ。ボークの強いところはあれだからね、手札のモンスターの効果も止めれるんで、まあ、手札誘発も打てないっていうところもありますね。一応ね、ウサギとかでなんか棺破壊されるとかないから。はい。で、エアホでバトルするしかないと、まあ、1700と2100くらいだったら絶対いけますよ。はい、全然いけます、全然いけます、はい、全然問題ない、マジで。この後リンク召喚 しても別にそのモンスターの効果が発動できないから、まあ、トロイメアフェニックスとかなんかそういうモンスターも、まあ、結局出せないし、まあ、結局何が言いたいかっていうと、マジで、ボー君の暴言最強っていう話。もう増殖する G なんていう、もう使えねえかと、コストにしまして、で、まあ、ドゥアムテフはちなみにフィールドのモンスターの僕発動的なだけで、これ打点が上がる効果は別に無効にはなんないんで、ケベンセルフを爆誕させまして、スキドレと違うところはボー君の暴言、
発動ができないんで、もアクセスコントローラーとかの発動とかも許さないんですよね、一切。アクセスってこれ自分リリースして8キロで割るとかできるんですけど、一応、まあ、それさえも許さないのがこれ暴君の冒険の強いところですね。はいはい、これが最強デッキ暴君の冒険家でこれ3600盾で抜けます。抜けるんだったら抜いてみたけど、まあ、ちなみにハーピの羽ボクとかライトニングストームとか打たれても、今回の場合だと、まあ、ドゥアムテク と、イムセティの効果が起動しますね。あ、一応あのケメンセレフも対象取れないみたいな、攻撃できないみたいなのとドローするっていう効果と、相手のモンカード墓地を送るみたいな効果が発動するんで、最強デッキってこと。つまりはうわー、こういうね、永続何にもないみたいな反応の時がちょっときついですね。まあ、まあ、ガンマ来てるから、まあまあまあみたいなとこあるけど、王の棺、まあ、これ永続をちょっと、あ、なんかありそう。あ、チェーン、あ、映った今チェーンは、あ、映んねえか、もう分かんねえな。ドゥアムテフでいいか、なんでもいいんだけど、まあ、とりあえず見せてもいいや。これはもうね、あのチェーンによるんだよね、これ相手の、ちょチェーン切りして、ジャイアントレーナーまでエフェクトベイラーとか無限保養待たれるとちょっときつい割とそういうねことやってくる方も、まあ、割といらっしゃいますもんね。はい、まあ、あーうぜータイミング、そして完璧だ。これ G のタイミング完璧っすね、これ。相手このタイミングで打たれるとね一番きついんですよね。まあ、ちょっと一回もうラバゴとかもうぶん投げまして、あ、ラバゴってこれいや、あれか、ガンマいらねえか、ガンマの方がいらんかった。ちょっと圧縮しよう、圧縮して、オッケー、これで余計なカードがなくなったんで、ジャイアントレーナーで、引きに行って、ここに無限保養って打たれてサレンダーまでがいた永続を引きに行かせていただきたいと思っております。さあ7枚、ちょっとマジでやめて、マジでやめて、ガチでやめろ。裏目でかすぎ、このムーブ。あぶねえ、オッケー、何もない、何もないでかい、サモルみたい、来た神。オッケー、これは永続パカ太郎すれば、まあなんとかなるんじゃない、さすがに。あー、もう発動できないのこれ。これ永続パカ太郎すれば、もう多分ね、なんとかなるので、永続パカ太郎すれば OK ですから、まあ、一応イムセティはちょっと、まあ、あの、蘇生させずに、まあ、サモリミ、サモリミエンドですかね。はい、まあこれで、まあ、一応1枚除去られても、もう1枚開けばなんとかなるみたいな話ある。一旦に2回までお願いします。召喚特殊召喚はお互いにね、お互いに、お互いに2回まででお願いします。すいませんでした。すいませんでした。こういうことがあります。ゼロ妨害。迫真のゼロ妨害。ちょっとやりすぎだって、破壊しすぎでしょ、こっちのカード。ガチでやばいこと起きた。あー、なるほど、龍一。終わったわ。皆さんもね、ジャイアントトレーナーを使うときはマジで気をつけてください。ゼロ妨害になります、簡単に。